久保さん、まあ、確かに馬車はきついでしょうね今から、まあ、タクシーもきついんじゃないかなというところなんですけどもいやーあれですねあの、うん、まあ対応しないときついのかなと単純にまあ別にいいんですよガラケーのままでも、まあなたの人生なんで僕の人生じゃないんで少なくてもあなたが変化しなくても時代は変化しますんで ね、小銭、そうそう、久保さんも知ってると思うんですけど、小銭貯金がね、もはや、あのたまらないっていうね、小銭にせっせい貯金してるんだけども、手数料めちゃめちゃ取られるっていうね、時代になりまして、なんか慌ててね、そのなんかルールが変わりますよって,って慌てて小銭貯金を持ってった人多い多いらしいんですけど、もう小銭ね、貯金しても手数料いっぱい取られるだけですよ。で枚数、だ枚数が多ければ多いほど、マイナス、あの、どんどんあの手数料取られるっていうね。 なんなんでしょうね。だからいいんですよ。小銭貯金しても。うん、小銭貯金は貯金ができるという、やってもいいんですよ。手数料取られますけど。だからその変わってるんで変えていかないと結構きついと思いますけどね。僕は本当にネットしかないと思います。個人が一人でね。しかも資金なしでできるとするならば。まあその個人でもいろんなビジネスはできるんだけども、資金がなく、資金がなくこうやっていくってなった場合、 ネットしかなくないですかな、な、本当にもうこれしかないと思うんですけど、何も考えてんのかみ,みんな分逆にわかんないですね。なんで金かかることやんのかなっていう、YouTube なんか金かかんないんで、やればいいのになと思うんですけど、あどこで言うんですよ。いや、じゃ、だったら金かかるリアルビジネスやってみろと、超大変だよと。飲食店やってみろと。え、どうすんのマンボウ、緊急事態。お客さん来ないですよ。やりますか でも、そういうふうにそそ、そんな状況でもやってくれる人がいるから、まあ、僕たちはめ飲食店で飯食えるんだけども、ただ、自分がやるってなった場合、まあ、それは、僕はやらないですね。だその人の人生の選択なんで、あのお任せしますけど、まあそ、そこんな状況でもね、飲食店やりたいっていう人はいると思いますし、いいと思うんですよ。ただ、僕はおすすめはしないですし、僕だったらやらないですし。でも、人それぞれの人生ですから、うん、まあ、別にいいんですけど。 ただ僕はこう思うからこういう言うってことですね。言ってらっしゃい。